じで、歯磨きするときってやっぱりね、刺激が欲しかったり泡を立てたかったりするかもしれないけれども、さっきのこのグラフの中で一番刺激が強いって言われているようなものが歯磨き粉の泡立ち成分だったりします。そう、めちゃくちゃ簡単に例え話をすると、台所用の強い洗剤、例えばジョイとかキュキュットみたいなやつって、みんな実体験として手が荒れるって思ってるじゃないですか。その強い洗剤で口の中洗いたいですかっていうことなんですけど、そう、手が荒れるその洗剤よりもはるかに刺激が強いものを口の中に入れてます、いつも、うん、で、多分おそらく皆さん分かると思うんですけども、歯磨きをした後にお茶を飲んだり何か食べたら、なんか味がおかしいって感じたことありませんか？あれは味覚細胞が破壊されているって言われています。そう、味覚細胞が破壊されるようなものを毎日自分でお金払って口に入れて、でそこまで強いことを毎日してたらバランス崩れますよね。口の中のバランス、もともと自分の中でこう保っていたはずのこのバランスが自分でこう崩してしまってて、だから虫歯とか歯周病今増えてるんじゃないのって私はすごい今思ってます。結局またお金を出して買ってきたもので自分が病気になって、いや虫歯だ、あ歯周病かって言って病院に行って、で病院に行ってまたいろいろされてまた自分の力弱まってっていう負のスパイラルに陥る。もう全部同じなんですよね。だからいつ抜け出すかなっていうお話です。うん、で歯磨き粉に関しては塩とか重曹とか石鹸歯磨きとか使わないとかいろんな選択肢があります。我が家はもう使わないなら使わないでいいやっていう感じだし、じゃちょっとたまに今日はじゃあ塩使ってみるか、しょっぱとか、なんか重曹で磨くとピッカピカになったりするの知ってますか？たまに使うと結構面白いんですよ。あとはやっぱり泡立ちが欲しいっていう方は石鹸で泡立つ歯磨き粉っていうのもあるんですよね。だからいろんな選択肢があることをぜひ知って試してみてほしいと思います。はい、でお風呂場、うちはパパ用、ママ用、子供用とか一切分かれてなくて、この時たまたまシャボン玉石鹸だっただけなんですけど、自分なりの基準を設けていて一つのものを使い続けないということだけ決めてます。だからシャボン玉これがなくなったら次は違うメーカーさんの自分の基準を満たすものを買ってくるみたいな感じですね。で毎日これを使うことはしていなくって、どうやって顔体洗ってるかというと、これコットン、糸島にコトーネさんってあるんですけど知ってますか？オーガニックコットンあります？そう、オーガニックコットンで編まれた、まあ、こんくらいのタオルがあって、で1ヶ月くらい本当にぬるま湯洗いだけで使っていくような感じです。本当に洗剤一切使わずに、その肌ってなんていうかな、古いものがどんどん取れていくじゃないですか。それを取ってあげればいいだけの話なんですね、本当だったら。なのに泡を使わなきゃ泡を使わなきゃって思っている、ただそれだけで。だからこれを濡らして軽く拭いてあげるだけで顔体実は綺麗になるんですよ。そう、ただそうは言っても洗剤全く使わずにずっとこの布っていうかコットン使い続けてたら、まあ、ある日臭くなってきたりするわけですよね。そうするともう買い替えのタイミングだったりするんで、私はその1ヶ月に1回ぐらい、もうこれ臭くなってきたな、ボロボロになってきたなって思ったらお掃除用に下ろして、掃除で使い切ってから捨てるっていうことを一応しています。はい、でこれはもうこんくらいで860円とかです。はい、あとは顔から体用かっていうの大きいタオルがあったりするんですけど、なんかそっちはちょっと贅沢すぎるなって私も思うくらいで、これの使い捨てのコットンも売ってるんですよ。なので例えば赤ちゃんが生まれて1ヶ月2ヶ月の頃、乳児湿疹ひどくなりますよね。その時ってやっぱり体の中からいらないものを出すわけなんで、その出しているものをほったらかしにすると良くないんですよね。だからこういうコットンでより優しいものが良ければ、使い捨てのこういうコットンを乳児湿疹の時使ってあげたら結構早く良くなります。でその時になんかよくわかんないから乳児湿疹でなんか出てるからって言って下手に洗剤を使ったりとか、下手になんか塗り薬塗っちゃったりすると、それがずっと長引いてうちの子アトピーなのかしらとかになっていくわけなんで、そうアトピーって実はステロイド使わなかったらならないとか言われてるんですよ。
結局それもその自分たちがしていることで長引かせていることになってないかなって、はい、考えてみてほしいと思います、うん、こんな感じですかね。からも一個ずつ洗うものとそれとは逆の性質のものがあればいいと思うし、我が家はですねお風呂場にこういうのを置いていて、子どもたちの教育の、まあ、一環として一人一つの洗濯板を渡してるんですよ。でどういう習慣をつけているかというと、あの夜洗いっていうのを自分でさせてます。特に汚れるって分かってるのが下着と靴下なんですけど、下着と靴下、まあ、パンツと靴下をお風呂場に持ってきて自分で洗いなさいって言ってるんですよ。でそうすることによってその排泄物に向き合うという習慣がつくので、なんか今日は色がおかしいとか、で場合によっては大きくなってきたらじゃあ生理が始まりましたとかいう時にでも自分の変化に気づけるじゃないですか、はい、でママも楽だしラッキーみたいな。で洗濯板はやっぱりプラスチックとかよりも木の方がすごい落ちます、はい、ですね。なんかこうやってこういうあのなんかなお風呂場でお風呂に石鹸があればこれで顔体も洗えるしお洗濯もできるってことなんですよ。で場所をここが洗いたければ普通はちゃちゃってお湯洗いでも別にいいし、うん、ちょっとこびりついたならこれで洗えばいいんですよ。そうだから、ね、まあ、あれよこれよとかじゃなくって性質別に選んでいくと物がすごく減ります、うん、でこれはあのお掃除用に下ろしたコットンですね。でお風呂から上がるときに水を切るためにこういうスクイージーっていうのを使っていたり、あとは、まあ、上靴洗いのシュロのたわしとか、お風呂を洗うときに使ってるうまげの柔らかいブラシとか、なんかそんな感じで我が家いろいろ使ってます。で今心がけているのはもう家の中にすでにあるものは仕方ないけれども、買い替えるときは一生使えるこういうステンレス系のものか、もうあの自然に買えるような素材のものしか選ばないようにしようっていうことを心がけてます。もし今お家にいやうちの靴洗いはプラスチックだとかあるかもしれないんだけど、それはそれでもう仕方ないと思うんですよ。それを買い替えなきゃって言ってその場で全員がそれを捨ててしまったら、それこそ地球のゴミが増えちゃうじゃないですか。そうだからもう招き入れたものはあのもうその命を全うさせるというか、ちゃんと使い切ってしまって次買うものは気をつけようっていう心がけするだけで変わるんじゃないかなと思ってます。はい、で掃除グッズ今言ったような選び方でこんな感じになって、これが好きなんですよ竹ざる竹ざる私大好きで、あの野菜をちょっと火を通したやつを並べておいて彩りがなんかこう良くなったりもするし、まあ、洗い物したやつをここにこう置いておいてたりもするし、あとは、台所でスポンジって皆さん使いますかね。ああいうスポンジっていうものを私はもうここ数年全く買ってないんですよ。はい、台所用はスポンジは買わずにこういうたわし類とか、さっき言ったみたいなボロ布を代用したりとか、まあ、ヘチマのたわし好きですねとか、あとはジュートたわしとか最近ねあのひろのぶさんが販売されてますけれども、そんな感じでやっぱりたわし一つ取ってみてもあの考えたいところだなと思っています、うん、でゴミ問題は深刻です。小さなプラスチックがさまざまな影響を与えています。脱メラミンスポンジ、まあ、これメラミンスポンジが分かりやすい例だから書いただけなんですけど、そうどうしてもあの目の前では分かりにくいこともあるけれども、プラスチックってちっちゃく粒子になっていって、それがやっぱり川に流れ海に流れって、ね、循環していくわけですよね。で覚えておかなきゃいけないのはやっぱり出したものが必ず自分の体に返ってくるっていうことです。でこの塊が自分の体に返ってくるなんて想像つかないかもしれないけど、やっぱりちっちゃな粒子になったものが微生物が食べ、ちっちゃいお魚が食べ、また大きいお魚が食べて私たちが食べるわけだから、生物濃縮で考えていくと私たちの体に一番溜まっていくんで、ぜひここ考えたいなと思います、うん。